はい、よんぺいです。今日はですね、クリスマスになんか行事があってますね。今からちょっとよんぺいさんの好きな落とし込みに行ってみたいと思います。ここいらへんの海で試してみますか。ここらへんの海で、ここらへんの海ですよね。ここらへんの海、私よくここ自転車で来てたんですよね。ここいらへんの何が何だか分からなくなってきてますね。どこらへんやったかな、でかいですね、あの船。見えますか、あの船。これはでかい。これはどこの船かな。かなりでかい船が港に着いております。ちょっと明るいうちに、仕掛けの説明をしておきたいと思います。仕掛けはめちゃくちゃ簡単です。一応今日はですね、パッカンロッドの1号を使って、穂先でも当たりが分かるようにですね、当たりが分かりやすいように自作のパッカンロッド1号で挑戦したいと思います。1と2号に直接針を結んでおります。もうこれに餌をつけて落とすだけなんですけど、ここでですね、このケミホタル、これをですね、私の場合は真ん中につけております。まずケミホタルのこのチューブの方ですね、チューブの方を真ん中からパチッと切って、でまたさらに真ん中から切ると4分の1ですね。そして針に、最初に結ぶ前に入れてもいいんですけど、ちょっといろいろ1個使ったり2個使ったりする時があるんで、とりあえず後入れしております。こうですね、これでこのような感じですね。このような感じにしてもらって、このキミホタルの25のやつですね、これ37でもいいんですけど、とりあえず細い方からやってますね。これをこういった感じでつけます。まだあの火がですねあるので、とりあえず折らずにこれで釣って楽しみを置きたいと思います。あとはここに虫をつけるだけですね。ゆっくりこうゆっくりこう落としていく、こうですね。で、当たりを見るとき、この光で当たりを見ることもありますので、もう一つ二つですね、ケミホタルの25などをつけて、上からこう覗き込んだとき、これの動きですね、この動きで当たりを取る場合も結構あります。じゃあこのまま針に、そうですね、結構動くような箇所ですね。ちょっと頭から残して、この下横ぐらいから軽くちょっとかけて、うにょうにょ動きがいいようにですね、しておきましょう。こういう風なところもですね、意外と釣れたりしますもんね。ここら辺にボートレース買ってますね。練習ですかね、あんまり興味はないんですけど。来た。お。来てくる4号艇カーハルも、なんとかここは1号艇に行ったが振り切れるかどうか。さあ最後は外を並んだ後、4号艇のカーハル大逆転ゴール。というところで釣っておりますね。今日はゆっくりゆっくりですね、こう竿先落としながら同調させていくわけですね。釣れた釣れた釣れた、なんか釣れたぞ。なんだこれ、お、来た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 、うわ来た、シーバスだ。ほらこの釣り方よう釣れるわ。シーバス来ました。肩はちっちゃいですけど、ほらどうだ、うわ来たぞ。では、これちっちゃいですね。だいぶ夕方になってきましたね。日が落ち出しましたね。火星がそろそろ上がってくるんじゃないかなと思いますけどね。
おお、何これ、よいしょ、あ、ボラか、ボラだ、くり食べたな、このボラ、ボラも来る。昔青虫にボラはあんま来てなかったんですけどね。おとなしく、おとなしくしてくれ。あ、取れた、取れた、取れた。なんでこんなに暴れるとかいな、ボラは。よし、さよなら。来た、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 来た。あ、ちっちゃいな、なんだこりゃ。来ました、ハゼ、ちっちゃなハゼですね。これちょっとハゼでも、ハゼちゃんちっちゃすぎます。さよなら。来た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 ぞ来たぞ、引っ掛けるかな。よし、来た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 、またボラかいな。ボラ重たいね。よっこらしょっと。またボラや。ああ、言うまずいボラばっかりやな、これ。またボラばい、こりゃ。ああ、きつき。なんだ、あまり。しゃしゃしゃ。じゃあ、さようなら。登れる、汚れる。だいぶ夕まずめになって釣り人が増えてきております。さあ、ボラばっかりですね。ボラがおるところはだいたい釣れるんですけどね。セイゴとかですね、チヌとかが肉眼ではなかなかちょっと見づらくなったので、穂先の方がいいですね。今度はこうケミホタルを追って光らせます。そしてこれの動きであたりを取ります。こうですね。ゆっくり沈んでいくのが一番理想ですけどね。うわぁ、夜の昼間のあのフェリーが夜はこうこうとこんな感じですね。綺麗ですね。なんかマンションが一個あるみたいな感じですね、豪華な。やっとで日も落ちてですね、こういう感じでまた釣っております。最初に寝かしていこう。ピューッと走っていきますもんね。この引きを瞬間を撮影できたらいいんですけどね、分かりづらいでしょうね。このですね、2本の光がこうピュッと踊り出すんですね。踊り出したら合わせるみたいな。結構面白い釣りなんですよね。シーバスとかだったら結構ビューッと持っていくからですね。来た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 、おドラグ、何回も何回も、おー来た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 、なんだなんだ、よいしょ、うん、全然いいけど、おー、セイゴか。セイゴが釣れました。綺麗やな、このセイゴ。これセイゴ、小さいけどセイゴです。さよなら。おお、ヒントがあった。それではですね、そろそろ時間も来ましたのでしたいと思います。本日はちょっと暗くなりすぎて、これノーカンです。あー、面白かったな、落とし込み。とうとうあのフェリーが旅立っていきました。旅立っていこうとしてますですね。あのフェリーが、マンションみたいなフェリーが旅立っていこうとしております。